い色ですね。藍色だ。藍色ですね。ドカッとここでいいです。どうも、料理の皆さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、なんとコラボでございます。めちゃめちゃ嬉しいコラボです。ギネスビールのコラボでございます。このスカウトタイプとドラフトタイプっていうのがあるんですけども、お肉のおつまみ、あえてこの揚げ焼きみたいな感じです。タンドリーから完成でございます。うん、圧倒的に柔らかい。これはうまい。これで終わりじゃないですよ。缶の方もね、楽しんでいきたいんで、次はサッとできる一品を作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、ギネスはね、2種類ありますんでね、今度はね、缶の方にものすごいですね、上品なステーキ、わさびバターステーキを作っていきます。材料はね、ステーキ肉200g ぐらい、今回はサーロインが切ってあるやつが売ってたんで、バターが 20g、 わさびが 10g ですね。売っておきたいのが、必ずチューブのわさび使ってください。生わさびじゃダメです。なぜかというと、わさびっていうのはホースラディッシュっていうのが混ざってるんです。これホースラディッシュっていうものはレフォールって言って、ローストビーフとかに添えるものなんですね。なのでこれがね、入ってるっていうことは、要はわさびって肉に合うんです。これ混合なんでね、非常にね、チューブのわさびってね、いいんですよね。ホースラディッシュと本わさびがね、ちょうどいい配分で混ざってるんで、むしろチューブがいいです、これ。まずね、お肉下処理していきます。脂身のところにこの筋がありますんで、ちょっと切りましょう。こんな感じで切っていくと、お肉も柔らかくなりますんで、白いところが筋です。バターで常温に出しておきました。で、これね、混ぜて、このわさび、このね、わさびバターってみんなね、あんま作ったことないと思うんですけど、これがね、わさびバターってめちゃめちゃ合うんですよ。わさびの辛みってね、油分と交わることによって辛みが抑えられるんですよ。なのでこのわさびバターっていうのは、わさびの旨味と香りだけ生かすやり方なんですね。これね、ほんと美味しいです。お肉はね、国産でももちろん美味しいんですけども、これの本当の進化が発揮されるのはこういう海外産のお肉です。塩コショウを振っていきます。今回ね、塩コショウだけ強めに振った方がいいです。できれば味塩コショウがいいですよ。この状態ですね。はい、この状態で焼いていきます。それからね、焼いていきます。もうステーキはね、もう普通に焼いていきます。オリーブオイルで焼いていきたいの。サラダ油でもいいです。で、お肉なんですけど、最初に言うの忘れてた。これ常温に置いておきました。常温のお肉使ってください。焼き方はね、もう人それぞれなんだよね、これね。僕は生っぽいのが好きなんで、ほんとさっと焼いたので食べたりもしますけども、わさびバターとかだとミディアム寄りの方が美味しいかもしれないですね。じゃあ、ちょっとこう、熱い方から焼いていきますね。強めの中火で焦げ目をつけていきます。片面だけね。ひっくり返したら火弱めは。弱めの中火ぐらい。はい、じゃあひっくり返します。いい色ですね。いい色だ。いい色ですね。刺します。これで蒸し焼き、うん、ぐらいでいいかな。そんなにね、厚い肉でもないので。はい、1分蒸し焼きしましたね。じゃあちょっと見てみましょう。こんな感じですかね。ちょっとね、ここの肉汁もったいないので、火は止めちゃっていいです。ちょっとあったかい状態で火を入れます。そうするとね、肉の旨み全部持ってきますんで、ドカッとここでいいです。あとでね、だんだん溶けていくんだよね。さっきのちょっと温めた、これソース、これ10が、はい、これちょっと和っぽくなるね。味変用にカットレモンもちょっと添えて、当たりバターすぎる。完成でございます。はい、じゃあですね、ちょっと今入れたんですけども、ちょっと2分間待たなきゃいけないので、先に食べます。あったかいうちにいただきます。お前が一番うまい。このわさびバターさ、多分公開しちゃいけなかったと思う。俺、あまりにもうますぎる。マリアージュやばい。このステーキも上品なんです。なぜかというと、バターとわさびとお醤油だけなんですよ。これ余計なも入れたいんですよ。味が上品。赤身のステーキはこれが一番うまいからの OK です。なんでこんな合うんだろうね。レモンもじゃあ、バターとレモンはね、合うんでね。あ、うんうん。そしてからの OK です。素材の味を生かすような料理っていうのは、こちらのギネスドラフトの方が合うと思います。うわ、僕はもう食べながらギネスを
楽しみますんで、この辺で失礼します。